はい、皆さん、毎度毎度。はい、皆さん、カットね、どういうふうにやってるか分かんないけどね、10%セーニング持ってる人、持ってない人、20%セーニング持ってる人、持ってない人ね、いまだに美容学校のセーニング使ってる先生ね、あとストロークカットやる先生ね、まあ、何をどうやろうと自由だけどね。もう最近うちはね、髪の毛多いのを減らすときね、後ろはもう20%二丁持ち。これはもう標準になってきたね。で、意外とね、10%二丁ってあまり持たなくなってきたね。やっぱり髪の毛多いとこ減らすときは20%二丁でとにかくやっつけちゃって、あとは20%一丁でやったり、前半分はたまに10%二丁持つけど、ほとんど一丁でやってるかな。で、これ、で、死産二丁持ちね、女の先生できねえってね。そんなことないよ。ドライヤーより軽いしね、ハサミ2丁なんてね、アイロンより軽いしね、コテよりも軽いやね。で、モテねえってのは言い訳じゃないかな。3丁はモテないけど、2丁はモテると思うんだよ、女の先生でも。やっぱりね、男の自分の指でも、やっぱ3丁はきついね、2丁は余裕だね。若い女の先生もね、仕事をやっぱり早く終わらせて楽しようと思ったらね、セニングは2丁持つのがいいよ。やっぱね、20%1丁だと、で、高齢者の方だったらそれでいいよ。やっぱ30代、40代、40代前後、50代でも髪の毛多い人来たらね、セニング20%一丁でやるとね、時間かかる。まあ時間かかってもいいよ。疲れる。やっぱ仕事は早く終わった方が疲れないからね。だからセニングをね、2丁持つ勇気ね。お客様もね、意外と新しい技術にはね、拒絶反応って示さないものだよね。だから今、これからの新しいパーマのかけ方、キャップしないでずっとテストする。これね。だからそれ、今もう新しいパーマこうなんですよって。数年前からこうなったみたいで、最近ですねってうちも知ったので、もう、で、あと中間推薦もしない。これね、日本パーマ機工業組合のホームページ見るとね、中間推薦がやった方がいいとか、どったらこったらって書いてあるんだけど、あれ、本当にそう思って書いてんのかな？ちょっとね、わからない。もう、自分はもう何十年も中間推薦しないでパーマかけてきて、何の不具合もないからね。まあ、2液いっぱいかけりゃいいだけの問題だけど。最新式のパーマ、キャップもしないし、中間推薦もしないしね、1液と2液かけて終わりですよって。ね、あ、そうなんだって、そう、私もね、ってんで、衝撃でしたって聞いたときね、新しいパーマ。一緒に驚くといいよね、お客様とね。あと、パーマの時の加温ね、してる人いねえと思うけどね、今時ね。加温する店の場合はね、キャップね、しねえと乾いちゃうかもしんないよね。で、なんでキャップするのっつったらさ、うちの実家を昔思い出すとね、エアコンなんかなかったんだよ、パーマ屋。窓を開けてね、扇風機ぶん回してんだよね。そうするとやっぱり髪の毛が風で乾いちゃうんだよ、あれ。だからキャップっての必要なんだよね。だけど今でもエアコンの風が直接当たるような場合、髪の毛が乾きやすかったりすると、パーマ液がね、やっぱりキャップっての必要かもしんないけど、まあ基本的にもうキャップなんかいらないよね。あ、今セニングでね、すいてるけどね、女の先生もね、セニング2丁持った方がいいよ。最初ね、恥ずかしいから後ろの方で練習してね。で、今自分が思うのはね、10%1丁と20%2丁を買うっつうの、3丁。と大体仕事的には事足りるかな。10%2丁ってあんまりないんだよね。サイドの方やるときってのは。中高年になるとサイドって意外と髪の毛少ないんだよね。後ろは多いけどね。だからそのまあ10%1丁でちょろちょろやってりゃ大体間に合っちゃうっていうの。で、やっぱり髪の毛の多い後ろだよね。20%2丁でね、簡単にやっつけちゃうと、まあ大体簡単に減っちゃうからね。んで触ってもらってね、大体、まあそんでちょっと多いって言われる程度にやっておくんだけど、これも慣れの問題だよね。失敗をね、恐れてね、何もしない人はね、成功もしない。これだよね。はい、お疲れ様でした。